こんにちは、認定ティーチャーの中平です。皆さん、授業動画ってどんなイメージがありますか？なんか作るのが難しそうとか、手間がかかるとか、自分の顔が映るのが恥ずかしいとか、やりたいと思ってるけど時間がなかなか取れないとか、どうやって活用するのかがわからないとか、 ICT 苦手だからなとか思ってる先生方いらっしゃるんじゃないですか？大丈夫です。ロイロの音声録音機能を使えば簡単に作れて、授業の幅もきっと広がります。少しでも興味があるなって思った方、ご参加をお待ちしております。当日はこのようなスケジュールで行こうと思っています。よろしくお願いします。